らの大冒険、さあ出発だ。2、ポコランのところへ。ポコラの谷を出る前にポコランのところへ行こうよ。きっといろんなことを教えてくださるよ。そうだね、どこに神様がいらっしゃるかを教えていただこう。さあ行きましょう。イグニ、アクニ、シルフ、テライ、よく来てくれたね。そしてホコラやホモラたちのために旅に出ようって考えてくれてありがとう。火のポコラン、教えてください。神様はどこに住んでいらっしゃるのですか？私たちにはわからないのだ。でもマーブならどうすればいいか知っているらしい。ありがとうございます。私たちはマーブのところへ行きます。イグニ、アクニ、デライ、シルフ、冒険へ行く前に約束をしてくれないか？はい。うまくいかないことがあっても絶対に慌ててはダメだよ。できないと分かったらできることからやればいいんだよ。怖いと思っていいんだよ。ポコラたちはポコランの言葉を聞いてほっとしました。旅に出たらたくさん頑張らないといけないと思っていたからです。すっごくすっごく強くないとダメだって思ってたけど、そうじゃなくてもいいんだね。自分ができることを一生懸命することがとっても大切なんだよ。みんな、ポコランの言葉を忘れないようにしようね。ではマーブのところへ行きましょう。ええ、マーブにいろんなことを教えてもらいましょう。あ、あれがマーブのお家だ。いやー、よく来たね。みんなが来ると分かっていたよ。神様のお家へ行くためには鍵がいるよ。その鍵を持っているアベリの住んでいるお家を教えてあげよう。あ、ここだよ。アベリのお家だ。もしもーし、アベリさーん。大地の国のテライと言います。聞きたいことがあってやってきました。水のポコラ、アクニです。火のポコラ、イグニです。風のポコラ、シルフです。大地のポコラ、テライです。神様のお家へ入るための鍵を貸してもらうために来ました。どうぞ私たちに鍵を貸してください。私はアベリ。皆さんが来るのは分かっていました。私が持っている鍵はシルフ、あなたに渡します。みんなと仲良く旅をしてください。はい、わかりました。なくさないように持っています。みんなと仲良くして前へ進みます。私たちは神様のお家がどこにあるのか知らないのです。アベリ、教えてくれますか？この言葉の意味がわかると神様のお家がどこにあるのかわかります。黄色い箱が沈んで白い箱が昇る。新しい黄色い箱になった時に鍵を黄色い箱に向けなさい。黄色と白の箱はそれぞれ同じ言葉が入ります。わかりますか？難しいなあ。私たちにわかるかな？前に進むために考えよう。